ユーログループとは、ユーロを法定通貨とする欧州連合の加盟国で、あるユーロ圏各国の財務省による会合通貨ユーロや安定、成長協定などの欧州連合における通貨同盟に関わる案件などに対する政治的な統制を担っている。ユーログループの議長を務めるのは、イェルン・ダイセルブルームである。ユーログループの会合は、 欧州連合理事会の経済財政理事会の前日に行われる。ユーログループは経済財政理事会との関連があり、経済財政理事会におけるユーロ関連の案件には、ユーログループの各国のみが採決に加わることになっている。またユーログループはリスボン条約の発行によって法的な根拠を持つようになった。 もともとユーログループという名称は正式なものではなく、交互的にそのように呼ばれるようになったものである。かつてはユーロを導入する欧州連合加盟国の数に合わせて、ユーロ X やユーロ c などとも呼ばれていた。このユーログループは、フランスの求めによって、ユーロ圏に関わる案件についての調整や、協議の場として設けられた。 1997年12月、欧州理事会は、ユーログループの設置を承認し、1998年6月4日、ルクセンブルクのゼニ現場で、ユーログループの初会合を開いた。そもそもユーログループの議長は、当期の欧州連合理事会議長国が担当し、当期の議長国が、ユーロ非導入国である場合には、ユーロ導入国である。 直後の議長国が務めることになっていた。2004年に各財務省は議長を選任することを決め、2008年には財務省ではなく政府首脳らによる会合を開いている。通貨同盟の発足以降、ユーログループの役割はユーロの経済ガバナンスに関して大きくなっていった。ユーログループが経済財政理事会の直前に開かれるということは、 経済財政理事会におけるユーロ圏に関する決定をユーログループであらかじめ決めておくということを示すものである。2009年リスボン条約の発行によってユーログループとその議長が法定化された。イエルン・ダイセルブルームユーログループの議長はミスターユーロなどとも呼ばれ2005年からルクセンブルクの首相であるジャンクロード・ユンケイルが初の常任議長を務めた。 2004年9月、ユーログループは任期を2年とする、半常人の議長を置くことを決めた。そこで、ルクセンブルクの首相で当時は、財務省も兼務していたユンケルを2005年1月1日から2006年12月31日までを任期とする、初代議長に選出し、2006年9月には、ユンケルの再任を決めている。リスボン条約では、 議長の選出が法定化され、ユンケルはさらに任期を重ねることとなった。以前は、欧州議会の会議に、たまたま出席していたに過ぎなかった議長は、ユンケルの選任によって、ユーログループの強化につながっていった。常任家手から、議長は6ヶ月ごとに、欧州議会の経済通貨委員会に出席している。2010年にユーログループ議長に再任されると、 ユンケルは特に経済政策の調整や発信など、ユーログループの活動範囲を広げる必要があると強く主張している。ユンケルは会合の準備にあたる4、5人の欧州連合理事会の職員からなる、ユーログループの事務局の設置を提案している。しかしながら、フランスやスペインはこれらの構想に支持を表明している。ものの、ドイツは、 ユーログループの強化によって欧州中央銀行の独立性が低下しかねないとして難色を示している。2013年1月、ユンケルは4期8年にわたる長期在任を終えて議長を退任し、後任にはオランダの財務大臣であるイェルウン・ダイセルブルームが就任した。ユーログループの会合にはユーロ圏各国の財務省のほかに欧州中央銀行総裁、 欧州委員会の経済、通貨問題担当委員、ユーログループ作業グループ議長が参加する。リスボン条約が発行する以前は、ユーログループには、法的根拠がなかった。加えて、理事会とは別の形態をとっていたことから、経済財政理事会と比べると、より建設的で機密が守られる議論ができるという、有利な点もあった。さらにユーログループは、理事会と異なって、 議長が6ヶ月ごとの持ち回りとなることが少なく、その機能が他の機関と比べても効率的で強力なものであることになる。2009年12月1日に発行したリスボン条約によってユーログループは正式に法的根拠を持つようになった。欧州連合条約及び欧州連合の機能に関する条約の付属第14議定書で、 二過条からなる、ユーログループに関する規定が謳われている。さらに、リスボン条約では、理事会の規定についても修正しており、経済財政理事会において、ユーロ圏にしか関わらないような案件の採決では、ユーロを導入している、加盟国だけが採決に参加するように改められた。2008年4月15日、ユンケルは、国際通貨基金における代表は、 各国がそれぞれで出すのではなく、ユーロ圏として出すべきだということを提案した。ユーロ圏15カ国が国際通貨基金にまとまって代表を出すことに合意しないなどというのはとんでもないことだ。そのようなことだと、そばから見れば我々は実にくだらないものに移るだろう。国際的な場で我々は道家のように扱われる。ところが、経済。 通貨問題担当委員のホワキン・アルムニアは単一の代表者が登場する前に単一の政治指針が合意されるべきだと述べている。2010年1月、ユンケルは欧州委員会からユーログループが G20 の一員となるよう提案するべきだと示唆した。2008年世界金融危機を踏まえフランス大統領ニコラ・サルコジはユーロ圏が存続するには ユーログループに代わってユーロ圏における確固な経済運営機関を創設するべきであるとの考えを明らかにした。ユーロ圏における経済運営機関の創設議論は欧州中央銀行が独立性を確保できるかという議論に関わってくる。このような機関は従来のユーログループのように財務省だけによるものではなく欧州理事会のように ユーロ圏各国の政府首脳らによる定期的な会合という形態で創設されることが見込まれている。サルコジはその役割に必要な民主的正当性は政府首脳のみが持つものだとした。経済運営機関の創設構想は2008年にユーロ圏としての金融危機への対応を協議するために開かれたユーロ圏首脳会合を土台としていた。 しかしながら去る孤児のような構想とは異なる案がかつて、ベルギー首相、ヒー・フェルホフスタットから提示されていた。これは、欧州統合に、積極的ではない国から反対を受けるような案では、あるが、フェルホフスタットは、欧州委員会に、経済運営への主要な役割があると考えていたので、ある。さらにドイツは、経済危機への対応にかかる負担がドイツに大きい。 ものであるとして、サルコジの構想に反対した。さらにユーログループ議長のユンケルは、経済運営機関を創設するほどヨーロッパの統合は成熟していないと考えており、やはり、サルコジの案に反対した。この他にも、構造的欠陥を補うために、ユーロ圏交際市場を創設して、ユーログループの管理下に置くというような案もある。この案では、 救済策の実施の際のドイツの負担が軽減され、また調達された資金は、金融機関の救済や欧州投資銀行並びに、欧州復興開発銀行の計画に用いられる、ことになる。ユーログループの管理下に置かれていてもユーロ圏交際市場の規制などは、欧州中央銀行が担い、市場の創設によって統一され、支えられた金融システムができることになる。 このシステムは従来の国際市場と並立することになり、また、イギリスも参加する可能性がある。2010年3月、ベルギー首相のイブ・ルテルムはユーロ圏の交際を管理する欧州債務管理機関というユーロ圏における財務省の設置を提案した。また、フランスやドイツなどはヨーロッパ版国際通貨基金の創設案が出された。 この欧州通貨基金構想は欧州社会党も賛同しており、イタリア大統領ジョルジョ・ナポリターノも欧州中央銀行や欧州連合の機関ではユーロ圏の国において不足の深刻な危機に対応するための単一のツールボックスがないということがはっきりとしていると述べている。欧州委員会は欧州通貨基金の正式な創設案を準備室へるが、 この構想に対して一部からは、リスボン条約の発行から間もない時期に、基本条約の改定をしようとする動きがなく、非現実的であるという見方がなされている。つまるところ、欧州通貨基金にせよ、欧州債務管理機関にせよ、ギリシャの財政危機への対処には間に合わないという見と、推しがなされている。サルコジは、フランスは、ギリシャの側に立ち、 断固とした対処をとっていく。ユーロは、我々の通貨であり、結束を表すものである。この結束という表現に、疑いの余地はないのであるとし、ユーロ圏からの脱落を認めれば単一通貨の、創設は無駄だったということになると述べている。ありがとうございます。